はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。さあ出発です。前にいますです。見守る。すごくよかった。星を着せる。移動完了です。下から来ました。いよいよ先輩。そうだ、お礼に注意してください。
どうしたんですか、リースさん。プールなんかに呼び出して、しかも水着で、なんて。ナナコ様、私あれからじっくり考えました。はあ。ナナコ様が突如悪魔化した理由、それを知るためにはさらなる調査が必要だと思うんです。ですのでナナコ様には髪飾りを外して一旦悪魔化していただき、ペロモンゴーグルによって強化されたマスターの眼力で悪魔の体をじっくりと舐め回すように観察してもらってください。え、嫌ですけど。普通に断られました。マスター、マスターからも言ってあげてくださいよ。あなたが見たいだけじゃないの？もうしょうがないな。ちょっと待っててね。どう？何か変なとこあるかな。息がかかってるよ。それで私の目を見て何か分かったの？私ひらめきましたです。お餅のことはお餅屋さんにと言います。悪魔のことならば悪魔さんにです。あの悪魔さん、クロナさんを見つけて話を聞いてみましょう。結局これ何か意味あったの？昔の子供向けグルメ漫画で駄菓子を料理に使ってうまーいってやるのがあるんだけどさ、こないだ試しにやってみたんだ。あれ、別々に食べた方が絶対うまい。お菓子くれるのか？さすが兄様。しかし不思議なもんだな、兄様とは知り合ってからそんなに経ってないのに、こんなに話せるのはメカと兄様ぐらいだ。メカはいいぞ。わけわかんない罵倒とか怖いこと言わないし、こっちの計算さえ正しければきっちり予想通りに動いてくれる。人間とは大違いで
かわいいぞ。いいんだよ。つまり兄様のことは身内だと思ってるってことだからな。うわわわわ、やっぱ今のなし、はずい。あ、そうだ、メカといえばこないだ日頃のゲーム疲れを癒すため手製のマッサージメカを作ってみたんだけど、これが思ったより効かなくてな。今日も私はコリと戦っているわけだ。それって兄様が私をマッサージするってことか。まあ確かに体は凝ってるんだよな。よし、わかった。ちょっと待ってろ、今そっちの部屋に行くから。待たせたな。ではマッサージを頼む。言っとくけどエッチなのは NG だからな。今日は大変でしたね。マスター、お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング署からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。お疲れ様でした。